エンデデアベルトトンネルの突き当たりに実在しない風景を描いた。ドイツ、バーデンビュルテンベルク州、シュベチンゲントロンプルイユとは、シュルレアリスムにおいてよく用いられた手法、技法である。ただし、シュルレアリスムに限って用いられるものではない。フランス語で、目を騙すを意味し、トロンプイユと表記されることもある。最近ではわかりやすく、トリックアートと呼ばれることも多くある。 歌川国吉の余生の例。見かけ箱灰が飛んだいい人だ高下4年トロンプルイユの範疇に分類される様式はかなり広く、例えば次のようなものが挙げられる。壁面や床などに実際にはそこに存在しない扉や、窓、人物、風景などを描き、あたかも存在するように見せかける、作品平面作品に物を貼り付けて、絵の一部が外に飛び出しているような作品3次元の、 現実ではありえない建築物を描いた作品人体や果物、野菜などを寄せ集めて人型に模した作品。寄せ、破名という。普通に見ると人間の顔に見えるが逆さまにしたり、向きを変えたりすると全く別のものに見える作品を大きさや長さについて錯覚を起こさせるような作品日本では福田修雄の作品群がこの技法でもって知られている。 オリンピコ劇場の舞台装置。門の奥に傾斜のついた先細りの通路を配し、実際の長さ以上に遠近感を演出している。アンドレア・ポッツォによる境界の天井画。ドーム型に見える凹みは遠近法とアナモルフォーシスを用いて天井の平面に描かれたもの。アンドレア・ポッツォによる蒸気と同様の天井画を真下から見たところ。トロンプルイユは、 以下のような目的で用いられる。額縁まで手書きし、人物が絵の中から飛び出してくるように見える。避難からの闘争ペルバールデルカーゾ、1874年舞台美術における背景セット演劇の舞台や映画の撮影スタジオなど、限られたスペースで劇中の空間を表現するための大道具には、古くからトロンプレイユの技法を利用して、 実際以上に奥行きを感じさせる工夫がなされていた。テーマパークの建造物にもこうした手法は取り入れられており、徐々に道幅を変えて距離を遠くまたは近く見せたり、建物の1階分の高さを上へ行くほど低くして煽り、間を大きくしたりしている。五重棟やお城が上層ほど小さくなっているのも軽量化して建築の安定を確保するとともに、 強化遠近法でより高く荘厳に感じられる効果を有している。敷地の奥行きを広々と見せる舞台装置に限らず日常生活の中でも実際には存在しない奥行きをあるかのように見せるため騙し絵的な装飾がなされることがある。部屋、廊下、庭などが狭い場合、人は心理的な圧迫感から実用の不便以上に不快に思いやすい。 壁面に架空の奥行きを描くことで、そうした閉塞感が緩和され、ゆったりと感じられる。店舗の売り場や喫茶店など、同じような座席、陳列台が並んでいるフロアで、壁面が鏡張りになっていたりするのも、室内の面積が倍増して感じられる一種のトロンプ、流効果を持っている。また、壮大で複雑な装飾建築を実際に作ろうと、すれば、 多大な費用や労力を要する。成功な絵によって、これらが実在するかのように平面に描けば、省力化が可能となる。壁紙や塗装で、大理石、木目、レンガなど実物とは異なる材質のように見せかけるものもある。窓のない側の壁や、現実にはあまり景色の良くない、窓面上に、あたかもリゾート地に立地しているかのような風光明媚な、 帳簿を描く形式のイリュージョンペインティングも存在する。純然たる娯楽魂への意外性を楽しむ芸術作品として鑑賞する。ありがとうございます。